皆さんこんばんは、七不思議チャンネルでございます。ということで引き続きゲストに来ていただいております村上ロックさんです。はい、村上ロックです。今回もよろしくお願いします。お願いします。いやー、前回のお話やばかったな。そうですね。いやでも途中でなんかね、本当この喉調子悪くなって。そうなんです。僕もなんかね、意外がしてきて、はい、ちょっとね、みたいなのありましたよね。その原因が、はい、この部屋が事故物件やったっね。先に言いなさいよ、そういうこと。ちょうどここでしょ？ここ、ちょうどここで。ここで。で、どういう亡くなられ方したんやったっけ？首をね、うん、そこで亡くなられた方、首を絞められてるような感じで。ですよ。ですね。それです、うん。じゃあ今回もなるのかな？可能性はゼロではないですね。うん、普段撮っててどうなんですか？はい、あ、ここの住人です、今声聞こえてるの。そうです、住人のガンジー横須賀です、皆さん。ピンポイント言ってる？すいません。大チャンネルにすいません。いやいやいや。もうね、あのね、ピンポイント言ってる？言ってるわけはないですよね。言ってるわけはないんですけど。ここはだからその、ラップ音というかね、本当に微妙なもんですよ。こういうカチカチってこう、こうなったり誰もいない。で、そこがなんかドンドンドンってこう、なったりするぐらいです、まだ。壁でしょ？だってそっち臨時にいないです。もう外なんで。そうです。ドンドンドンぐらいですって言ったけど、それ今僕らからしたら十二分ですよ。なんないもん、そんなに。なんないですか、うちで。なんない、でも、もうそれに慣れてきてるでしょ。うん、慣れてきてるっていうか、もう、うん。実際にこう、何か現れたってのはないんで。でも音がする。音がするんだと。そうそうそう。それ十分だよ。取り込まれてるよ。そうなんだ。それじゃ足りないみたいなさ、話してる。あちら側の方です。うわ、マジか。え、で、そっちで寝てんでしょ？こっちで、ここです、ここ。もう、こっちで寝たら、ここに。いや、怖いな、それはさすがに怖いな。もう、いや、ロックさんがもう怖くなってきちゃった、マジで、今。その人に見えてきちゃった、ここで、死んじゃった人の。なんでそんなこと言うの？なんで無責任にそんなこと言うんだよ。でも、お前、その人知らんやろ。知らない。かも見たことない。いや、ほんとにね、こんな状況下でもうほら、喉来てるじゃないですか。来ましたね。来ましたね。こんな状況下で、怖い話を。はい。いただこうかなと思って。そうですね。これもう17年ぐらい前になるんですかね。はい、僕が北海道から上京してきて、はい、で、最初に勤めた職場っていうのが、携帯電話の修理工場だったんですね。で、広いフロアに、割とね、同世代の男ばっかり4、50人が勤めてて、割とこのみんな年も近いんで、うわ、まあ、和気あいあいとした、学校みたいな雰囲気だったんですけど。作業服似合いそうですね。そうなんです。ここの作業服がまたかっこよかったんですよね。やめたともらってきましたけど。いやいや、めっちゃ気に入ってる。で、その僕の隣の席に、まあ、そこの社員の清水くんという男がいて、で、同い年です。すごく気があったんですよ。で、ちょっとね、ぼーっとしてるけど、感じのいい男なんですよね。で、その日も、まあ、二人机並べて一生懸命この作業してたんですけど、突然ね、横からこの清水くんが、なあって呼ぶんですよ。で、どうしたって見たら、彼ね、仕事もしないで、この紙を2枚両手に持ってるんですよ。で、その片方を僕にうっと渡してくるんですよ。で、何これと思って受け取ったら、部屋の間取り図なんですよ。で、彼、まあ、その当時に結婚をして、で、奥さんもうすぐ子供が生まれると。なので、まあ、ちょっと休みの日をね、利用して今奥さんといろんな物件見に行ってる、ちょっと広めの家に越したい。で、まあ、今それでね、この2軒で迷ってんだって言ってるんですけど、僕その手渡された紙を見た瞬間、なぜか目が離せないですよ。何に対してかもわからないですよ。何か違和感があるんですよ。でも何か、なんだろうなと。もちろんね、普通にありきたりの、まあ、玄関だとかね、今ってこう印刷されてるだけのものなんですよ。でも何かが変だ、何が気になるんだろうと思って、入り口からこの部屋奥までずっと目で追っていくんですよ。一番奥の部屋、和室って書いてあるんですけど、その和室に、押し入れっていう2文字があるんですよ。そこ見た瞬間、もうそこから目が離せないんですよ。釘付け。何これ、と思ったら、また横で清水くんが、でな、
俺さ、こういうの疎くてよくわかんないんだけど、うん、この記号ってなんだっけって言ってんです、うん、どれって見たら、必ず地図なんかについてるね、数字の4をこうひっくり返したような、はいはい、矢印みたいなマーク、はいはい。で、彼はその見方がわからないって言ってんですね。はい、ああ、そうかそうかと、はい。いや、清水くん、これね、方角を示してるんだ、はい。で、このね、数字の4みたいのが指してる方角が、北なんだと、はい、でよくこういう物件なんかね見るときに気をつけなきゃいけないのが鬼門ってのがあって、はい、でまあこれは北と東の中間に間にね入り口が向いてるとそういう部屋は鬼門の部屋よくないとされてるから、うん、それの気をつけなきゃいけない、うん、例えばさこれで言ったらさって言っても僕まさに今自分が手にしてるこの間取り図見たら思いっきり鬼門なんですよ、はい、これだよ清水くんとで今この2軒で迷ってるんだろ、うんだったらそっちにした方がいいよ、うん、彼もねああそうなんだでまあそれからしばらくして、うんこのね清水くん、まあ、奥さんも無事子供が生まれたそうで、はいしばらくしてあ俺引っ越ししたわ、はい、あそうなんだ前そういえばねなんか2軒で迷ってたけど、はい、どっちにしたんだって聞いたら、はい、いや前にさ村上くんがこっち辞めた方がいいって言った部屋あっただろ、はいうちの奥さんどうしてもそこがいいって言って、うん、結局その部屋に越したんだって言うんですよ。マジでと、うん、で今それ住んで、うんね、何か奥さんとか子供変わったことない、うん、って言ったら、うん、いや何もないんだ、うん、快適に過ごしてる、うんまあ、だったらね良かったと思ってあそうなんだで住んだんですけどそれからさらに、数週間経ったある日朝出勤してきたこの清水くんなんだかどんよりした顔してるんですよ、うんでどうしたって聞いたら、うん、いや昨日のことなんだと仕事終わって夜新居に帰ったら、うん、奥さんと子供の姿がないと、うん、あれどこ行ったんだろう、まあ、近所のねコンビニでも行ったのかなと思って、うん、リビングで待ってたんですけど待てど暮らせど帰ってこないと、うん、で連絡しようにも奥さん携帯を置いてってる、うん、でどうしようかなもしね事件や事故に巻き込まれてたらこれやばいなと思ってるうちに1時間が経過すると、うんさすがにこれどうしようかなと思った時ふと清水くん奥の和室が気になって、はい、そこ行って押し入れガラッと開けてみたら、はい、押し入れの上の段、まあ、布団がねこの、はい、重なってるんですけど、はい、その布団の上に奥さん生まれたばかりの我が子を抱いてじーっと座ったまま寝てるんですよ何やってんの、はい、って言ったらパチッと目覚めます、はい、何がいや、何がじゃないだろう。え、ずっとここにいたの?そうだよ。いや、もう生まれたばかりの子供だいって何やってんの?うん、何が悪いの?うん、なんだかこの会話も成り立たない、うんうん。で、それからっていうものを毎日家帰るとそれが続くと。で、さすがにある日ね、彼も、もういい加減にしてくれと。うん俺だって仕事で疲れて帰ってきてるのに、もちろんね、その子供生まれて生活が変わって、ストレスもあるのかもしれないけど、もう勘弁してくれよっていうことでちょっと口論になったと。で、さらに次の日、帰ったらまた二人の姿がない。ああ、またかと思ったんですけど、その日はテーブルの上に奥さんの置き手紙があったんですよ。私疲れましたと。子供連れて実家に帰りますと。でそれ見た時も清水くんね全身の力抜けて、うん、なんでこんなことになったんだと、うん、俺だってねその家族が増えて、うん、ね守るものが増えて、うん、でも一生懸命やろうと思って仕事頑張ってこうやって新しい部屋も借りたのに、うん、なんでこんなことになっちゃったんだと思ったら、うん、もうなんだかこう力が入らない、うん、でしばらくぼーっとしてたんですけど、うん、ふと思い立ってそういえば奥さんはなぜ毎日あの押し入れに入ってたんだそう思って彼も例のね和室に行って押し入れに入って、うん、で襖まぴっちり閉めて、うん、真っ暗な空間の中でこの布団の上でね膝抱えてぼーっとしてた、うん、そのうちこの眠りに落ちたらしいんですけど、うん、その時に見たこれ夢なのか何なのかがわからないって言うんですけど、うん、気づいたら自分が真っ暗な空間を浮遊してるって言うんですよ、はあ、あーまた喉変になってきたあらだからこれがね非常に奇妙な感覚で、うんうん、まるで全身この肉体がなくなって眼球だけになって、はあ、闇を漂っているような、はあ、そんな感覚だった、はいはいはい、で一体ここどこなんだろうと思ってる、うん、ある瞬間遠くの方に
白い何かがかすかに見えたって、うん、で、あ、何かがあると思ってそっちにずーっと進んでいくと、うん、本当それこそこのぐらいの距離に来て初めて分かったんですけど、うんうん、それ白っぽい服を着た幼い女の子が膝抱えてじーっとうつむいて座ってるんですよ、うん、ただこれ暗い中だからかろうじて白っぽいって分かる、うん、明るいとこで見たらものすごくこの汚れた服だっていうんですよね、うんうん、で髪の毛なんかももう非常にこの長い一回も切ったことないんじゃないか、うん、もう洗ったこともないんじゃないかひどいありさまだったんですよ、うん、ではなんだこの子と思って見てたらその子を膝を、ね、抱えてこううつむきながらと鼻すり上げて、うん、この子泣いてんのかなと思ったら時折その子と音を立てる、うん、何やってんだこの子飴玉でも噛んでんのかな、はい、と思って、はい、思い切って下からその子の顔をふっと覗き込んだ、はい、とその子飴食べてんじゃないですか、うん、って言いながら自分の歯をカッカッって引き抜いてるんですよ、抜いた歯を自分の足元に一本ずつ並べてるんですよ、はい、ただそれ見た時にゾッとしたんですけど、はい、幼い女の子なんですけど、うん、抜いた歯、まだね、その歯茎に刺さった血がべっとりついてるんですけど、はいはいはい、子供の歯じゃないです。大人の永久歯なんです。どころか、どう見ても人間の歯じゃないだろうっていう、獣の歯が混ざってる。うわ、何これと思った瞬間に、ふっと我に返る。今自分真っ暗なこの押し入れの中なんですよ。俺今何見たんだろう、うん、たった今見た映像をこの思い浮かべた時に、あの女の子、抜いた歯をこう並べてたんですけど、うん、その歯の下にあるもの、うん、覚えがあるんです、うん、この清水くんの奥さんが長年愛用してる裁縫箱、うん、スチール製で表面にこのキャラクターがね、プリントされてるって言うんですけど、はいはい、その裁縫箱の上に女の子、歯を並べてた、はあ、で、その裁縫箱って、はあ、今自分がいるこの押し入れの下の段にしまってあるものなんですよ。それに気づいた瞬間にゾクッと寒気がして、彼、襖をね、蹴破って、ゴローンと転がる。嘘だろうと思いながら、恐る恐る後ろ振り返るんですけど、まあ、もちろん、押し入れの中には誰もいない。ああ、そりゃそうだよなと思いながら、近づいてって、その下の段から例のこの、裁縫箱をスッと取り上げる。あ、やっぱり歯なんかないよな、と思った瞬間、カランって音がするんです。え？と思って床見たら、全く見知らぬ誰かの歯が一本床に転がってるらしいです。それ見た途端、あ、もうここダメだと思って。で、次の日朝一で不動産屋さん行って、もうどこでもいいですと。即入居できる部屋紹介してくださいって言って。でそっから彼数日使って一人でこの引っ越しをね、完了させたそうなんです。で、無事新居に全部荷物入れた直後に、実家に帰ってた奥さんから電話が来て、ごめん、私ちょっと疲れてたんだと思う、うん、でこれからね、あの子供連れてそっちに帰る、はい、あ、そうか、いや実はなんだ、俺も言わなきゃいけないんだけど引っ越ししちゃったんだ、うん、あ、そうなの、じゃあ今からその新居に行くねって言って、数時間後に奥さん子供連れて新居に来たんですけど、はい、新居に入るなり奥さん部屋の中見渡して、わー、この家とってもいいわね、前の家と大違い、うん、って言ったらしい、はあ、前の家どうしてもここがいいって言ったの奥さんなんですけど、はあ、なぜそう言ったのか、はあ、奥さん自身全く覚えてないらしいです、はあ、まあ、昔からね、その鬼門の部屋って縁起が悪いって言われますけど、はあ、一体その部屋の押し入れに何が住んでたのかなと、まあ、そう考えるとね、ちょっと奇妙な、そんな話を聞かせてもらいましたね。怖っ。ありがとうございます。ありがとうございます。これって、もともとそのお部屋って、はい、なんかこう、調べてると事故物件だったりはするんですか？特に何もなく。で、これね、東京のその都心近くだと、うん、まあどうしてもね、住宅が密集してるっていう場合だと、うん、まあ、致し方なくそうなってしまう場合ってあるかもしれないですけど、ね、はいはい、彼探したところって、
割とね東京の西の方で、なんだったらその家の周りって畑なんですよ。はいはいはい。なぜそこにわざわざ鬼門の家を建てたのかが、まずわからないですよ。ね、大工さんなんて、まあ、そういうことを真っ先に気にしますし、ね。まあそうですよね、方角なんてね。売れないですからね、そうなんですよ、家ね。そもそもなぜそんなものを建てたかが、確かに。わからないですよね。鬼門の家って、どう調べるんですか？まあ、それこそ、矢印みたいなね、はい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 、マークが、はい、ついてる、はい、その向きです。向きか、はい。はいはい。そういうことか。はい。で、北東にあったら。そうなんです。それって鬼門の裏鬼門もダメなんですかね。どうなんでしょうね。いや、これ気になりだしたら、はい、皆さん多分気になってね、うん、調べたりするね、可能性ありますからね。うん、なるほどね。いや、でも良かったですね。今はもうその新しい家に行って、何もないですよ、ね。みたいですね。良かった。それは良かったですね。そのまま住み続けてたらね。そうっすよね。その方、男性の方もね、ちょっとおかしくなってしまう可能性高いですもんね。いやー、すげえ話やなー。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん、村上ロックさんの怖い話楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回助っ人ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。ということで、村上ロックさんありがとうございました。またよろしくお願いします。